れ。今日は大阪でお話し会をしています。うなちゃんです。あ、パセだ。パセです。よかった。でももう朝から今日はね、めちゃめちゃ早起きだったから、もう配信これ終わったら帰る時間の待機時間まで寝ようと思ってます。こんにちは。立てかけるやつがないんだよね。立てかけられなくて。ここしか当たらん。ありがとう皆さん。今日は暗い。今日はいっぱい喋ったからもう喉がやられました。喉が乾燥しています。朝からありがとう。明日は公演なので、夜は配信を今日はこれで終わろうと思っています。もう15分くらいで終わろうかなと思ってます。安静に安静に。かわいい。やった。暗いよ。私はこの光が好み。疲れた。これ暗い。こんにちは。ギフト読んでなかった。読んでこ。シュンさんかわいい。西さんお疲れ。ヤシチさんかわいい。西さんかわいい。クロさんお疲れ。アッチャさんかわいい。スマンテさんかわいい。アミカンさんありがとう。スタンプこちらこそ。スマンテさんお疲れ。坂道 FC さんタコジロ君お断りです。シンイチさんお疲れ。ダンソクさんレインボースターナン君かわいい。ウラベさんタコ。リョウヘイさんかわいい。アッチャさんブーケー。フラペチーノさんハートありがとう。カメさん合唱猫ちゃんありがとう。チャンネルのハートありがとう。あー、ソラハさんお話し会行っちゃった。さっきまで行ったんだけどね。あ、公園。え、あ、聞いたことある。ユキさんお断りです。うっかりあんこさんお疲れ。かわいい。うな、舐めるってことだ。うな太郎です。こんにちは。あ、これからご飯。パセはもう昼ご飯も夜ご飯も食べちゃった。ありがとうございます。明日公演なのに。大変。カジヤさんお断り。新一さんお断り。あ、今日写真撮った。髪飾りも可愛いよね。もうボサボサだ。大変。こうやって喋んなきゃ。わーい。さっきね、ソラハさんの配信にも出たんですよ。私見てた人います。プロさんサックスありがとう。シュンボウさんにはありがとう。おなりうなちゃんだよ。切るかな。なんでアブテツさんお断りです。もう眠よ今。ご飯も食べたしお話もして、今日はもう任務を終えたのでもう爆睡したいです。机の下からパチャ出てきた。いや、見てくれてる配信。こんにちは。首が痛い。これ夜公園行きます。お、気をつけてきてね。ありがとう。
そう、ソラハさんの配信中に机の下からソラハさんのお腹から出てきた。たこ焼きまだ食べてない。さすがにデブかなと思って我慢してる。食べる。だってね、昼も夜も弁当食べたんですよ。大変。光が、どうしたらいいんだろう。難しい。トニーさん、お疲れ塾ありがとう。お疲れ。クロさん、食欲ありがとう。そうなの。結局、池上さんに言ったんだっけ。ジンライさん、ありがとう。私、8月足がパンパンになりました。大変。マッサージしてください、自分で。自分でね。ありがとうございます。たくさん並んでくださって皆様。大変よね。みんなグッズ買えたかな。私グッズ買ったんよ。グッズ、自分のグッズ買った。ウェディングのアクスタ2個も買った。忘れっぽいもっちさん、ハートありがとう。大阪いないのミスってる、絶対に。まつげそう、いい感じでしょ。今日も可愛かった、ありがとう。来てくれた。これなんか変えた？グッズね、なんかパセのグッズ追加されてたよって言われて買えました。でうちはもうね、買うか迷った。写りがめっちゃ良かったです。ウェディングも新制服もね。え、目に光を入れたい。ジョジョさん、ラブレター塾ありがとう。ありがとう。ひろっちさん、かわいい、ありがとう。しんいちさん、音符ありがとう。クロさん、花束ありがとう。もうスイマが来てます。で車で今日は西日本グローブ。何時？今日は3時半に起きました。びっくり、びっくりだよね。ジロ君、タコ、ジンライさん、オンプーありがとう。ガジャさん、ハートありがとう。プロさん、アイスありがとう。そう、早いよね。ノギンさん、ハート。サダオさん、かわいい、ありがとう。浴衣のまま帰んない、だから今配信しました。もう多分広島に帰った頃にはもうヘトヘトだから、きっと配信する元気がないので、この配信が終わった瞬間浴衣を着替えて寝ます。仮眠取る。今日はありがとう。こちらこそありがとう、来てくれて。また公園でよろしくお願いします。あれはあげたか、お寿司をあげた。ありがとう。バラちゃん、はい、ありがとう。大谷りさん、かわいい、ありがとう。中国地方とりあえず先生、今日帰りますよ。明日公演だもん。昼夜に公演だもん。帰らないと公演出れない。また話そう。こちらこそありがとう。明日はエディオン。エディオンだよ。そう、大阪とかも探検できない。窓から見たパスの通りだよ、さっき。クロさん、回復薬ありがとう。明日お仕事あるので昼だけ行きます。待ってる。
気をつけて帰る。明日手振る。夕飯も食べた。もう昼飯も夕飯も食べました。昼食朝昼晩食べた食べた。もう探検、大阪 の、 あの東京にもあるけど大阪のさ、あのさ、グランド花月の近くにあるチュロスのオレオのチュロスのアイス食べてほしい。ボリュームがすごすぎるから食べてほしい。この前食べたんですけど今日アイス0個ですよ。勝手に瀬戸内観光大使。アイス買う時間ないもん。室内の時間ずっと朝から。瀬戸橋通った。うわー、浦部さんタコ10個ありがとう。もう寝ちゃいそう。こんにちは。みんなみんな俺のサッチーが通りました。えぇかわいい。目があってお辞儀されました。可愛かった。すいません、みんなファンの配信見てないから。泣き声があってやばい、不審者と思われたかも。サチ逃げた、もういなくなっちゃった。狂犬救世も髪バフンにしてたからみんな可愛かった。サチンサチン。すいません。いえいえ、全然いくらでも。うなちゃんの配線に叫び声が入ってしまいました。サッチ、ね、サッチの列すごかったらしいですね。やっぱね、かわいい。こんにちは。しんちさん、誰かありがとう。まあ、朝に隣で配信してるよ。してるよ。朝にルームにも遊びに行ってみたよ。何にいるか。寝ちゃいそう。こんにちは。これが一番いいかもしれない。あっという間だったね。いやいや、3月ぐらいから始まった。ね、あっという間だった。そう、椅子に座ってないの。いっぱいお話しして。こんにちは。うな、2階 ?3 階、そうです。お世話になってます。すげえ、配信同時に見てる。すごい、2画面パパ。なるわ、ありがとう。川俣家の皆さん、いつもお世話になっております。川俣家、パセレの配信見られてる、恥ずかしい。ユナママも言った？わかんない。ユナママはもうローマ字でユナママだから。わかりやすいね。うん、今回、感謝もいっぱいしたね。楽しかったね。7月のサイン、どんなのか。こんにちは。 L 字型とかでみんなにリクエスト聞きながら。みんな今日何してたんですか？全身ツイート載せました。もうツイート済みです。こっちはちょっと難しい。これ立てかけられないんです、スマホだから。ちょっと厳しい壁だもん、ここが見せれない。どうにか頑張っても無理かも。どうした？両手？
それだ。英語の方は大阪にいる人と大阪にいない斜めか丸 L 字型もありかも。長い長くちょっとパセのアクスタ見せびらかしたいな。見せびらかしたすぎる。持ってくればよかった。楽屋に置いてるのアクスタ。間に合うかな、ダッシュしたら。みんなに見せびらかしたい。見せたい。ちょっと持ってくる。持っとこうか。持っててくれるの。ダッシュしてくる。ちょっと、いってらっしゃい。脱ぎました。ダッシュします。すげえガチ勢。ちょっとパセリのスマホと並べよう。あ、いいですよ、全然大丈夫です。あ、こっちか、パセリのは。イエーイ。パセリと同じ画角で。ネタ考える。マジ話し会めっちゃ来てくれるって言ってた人。早っ、めっちゃ早い、帰ってきた。ありがとう。いえいえ。じゃーん、同じく出かけてきます。いいな、アクスターゲットしました。いいだね。いいけどさ、別にユナのとこに帰ってきてくれるならいいよ。じゃじゃーん、かわいい。15分経ったかな。うん、経った。本当？うん。誰のアクスタ？自分。あ、すげえ、買った。あ、そうなの。3000円でございます。キャー、アイスが30個買えちゃうわ。これはお母さんとお父さん用です。優しい。多分人生でも着ないと思うので。確かにね、ウィディングドレスってね、着ないから。ちょっと親孝行です。ちょっとハリアさん、はじめまして。今日会えたね、たぶんな。ゆうなもさ、あのパセがさ、うん、あの壁紙のやつ見せてくれたやん、うんうん、あれママとパパに見せたらさ、なんかうわ結婚式怖みたいなこと言われてさ。どういうことやと思って。ウェディングドレスの生写真、今月の。なんで着ない？私はぜひぜひゲットして。めちゃめちゃ結婚する気ないです。めっちゃ漏れてる。興味がないです。めっちゃ綺麗になってるから。和装とかじゃなく、ドレスとかじゃなく、もうする気がない、もともと。昔から。人生で一回も結婚したいと思ったことない。私ずっと言ってるよね。ずっと言ってる。本当に、あんまり知らない人と暮らすのはちょっと無理かも。なんか理屈とかが冗談で聞いてもそうやって言うもんね、うん、そう。知らん人とずっと暮らしたくない。なんか通帳とか盗まれないか怖いかも。わかる、確かにね。じゃあ終わろうかな、15分経ったし。そうね、ありがとう、今日はお話し会来てくれて、またいつだろう、明日は多分忙しいから。いつだろう。ありがとう皆さん。本当だね、6月も終わりだね、もう早いね。月曜日も多分忙しい。よかった、レアだからね、1月配信は。ありがとう、見てくれて。髪型でね、そう、見てた。かわいいです。今度はありがとう。こんばんは。みんなもグッズ、今日の16時、間違った、18時から新しいグッズ出てるので、ぜひネットでもチェックしてみてください。18時、今10位、みんなグッズ始まったよ、受注ですよ。ハリウスさん10位、オンドラタクンさん、たった今始まった、ゴンさん7位、ナスノさん6位、これは瀬戸内の太陽さん、5位、おかめさん、4位、たかりんさん、アクスタの良さが分かったでしょう。2位、まつさん、4位、ハンバーグ大好き野郎さん。すごい名前、ありがとうございます。受注はね、
安心だね。じゃあ私も読もうかな。え、グッズってあれ制服のやつ？うん、6時から。うん、可愛い女が来ました。ウェディング買ったの？そうだよ、おいで。イエーイ、可愛い女です。ゆきりかこでした。え、するの？うん、配信らしいからみんな見に行ってみて。え、買えるんだこれ。うん、買おうかな。自分ありがとう。1500円。え、両親の分。今日は、お話聞いてくださった皆さん、そして配信見に来てくださった皆さん、あ、明日ゆきりかの生誕祭ですよ、皆さん。皆さん見てね。出るよ。ありがとうございます。お手紙ありがとう。手紙書いた。書いてない。なんで？書くことないよ。書くことないで。ゆきりかへ。おめでとう。話してる人も方々。うん、頑張る。外見とかも目指してまつげが。はい、ありがとうございます。それでは配信終わります。ありがとう。5、4、3。じゃあ、壇上見まーす。1、さあまたね。そう、終わる。ありがとうございました。いきます。13位、陣内さん。12位、小鍛冶屋さん。11位、スプマンテさん。10位、リュウさん。9位、シーサイド丸さん。8位、アンバさん。7位、シュンさん。6位、台湾ジョジョさん。5位、トニーさん。4位、クロさん。3位、アッチャさん。2位、フクちゃん。1位、ウラベさん。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。また明日の公演で。じゃあねー。